イラン料理が並べられた食卓イラン料理あるいはペルシア料理はイランを起源とするまたはイランで伝統的に食べられている料理の総称。料理の味付けは薄めで、ふんだんに使われた香草と香辛料で風味が付けられている。果物と香草がふんだんに使用され、食材として用いる他に保存のために乾燥、瓶詰め、ペースト状に加工されることもある。 香辛料では、サフランとシナモンが、構草では、イノンドとコリアンダーの実が多く使われる。食材は、オン、レー、質の4種類に分類され、分類に基づいた食材の組み合わせがされている。また、それぞれの性質は、気候や体調に応じて使い分けられている。甘酸っぱい味付けが特徴で、デザートではない一つの料理に、 甘みのある食材と甘みのない食材を使用する点に特徴がある。このため、ほうれん草とプルーンを使った子羊のシチュー、酸味のあるサクランボのソースとアヒルの肉を合わせた料理が作られる。イランでは酸味が好まれるため、卓上にはライムの絞り汁が調味料として置かれることもある。甘みと酸味を組み合わせた料理は、サーサーン朝時代にまで遡ることができる。 古代のペルシアに存在していた国家の食文化は、マケドニア、ギリシャ、ローマ帝国、パルティアなどの影響を受けて発展した。多数の帝神や客人が同席する王や、交換の食事には大量の料理が出され、多くの料理人や職人が動員された。食材や飲料は、エジプト、メソポタミアなどの近辺の地域から取り寄せられ、貴金属製の食器が使われた。 サーサーアンアサの時代に食文化が発達し、ペルシア語に由来する料理用語が西アジアに広まった。サーサーアンアサでは、熱い肉料理、冷製の肉料理、ぶどうの葉で包んだ料理などが作られていた。マルメロのジャムやアーモンドとクルミを詰めたナツメヤシの実がデザートとして食べられていた。11世紀にズイアールアサで書かれた随筆、カーブースの書には、 当時の食事マナーが記されている。アーブグーシュとジュージェキャバーブと野菜の串焼きイランにおいては羊の肉が好まれている。素焼きの小さな壺に羊のすね肉、じゃがいも、ひよこ豆などを入れて弱火で煮込むアーブグーシュとはなんと共に食べる庶民の料理である。アーブグーシュとは器ごと加熱する調理方法からディーズイーとも呼ばれるがイランのレストランでは 大釜で煮込んだスープを素焼きの壺に移し替えて供することが一般的になっている。串焼き肉屋では新鮮な羊の肉や内臓がキャバーブにされて売られており、焼いた肉と香草をナーンで巻いて食べる。羊の頭と足を煮込んだキャッレパーチェ、羊の胃袋を煮込んだスイーラービーは伝統的な庶民の料理であり、キャッレパーチェは朝食として食べられる。テヘランの富裕層は、 キャッレパーチェを下町の労働者の食べ物だと見下し、田舎ではキャッレパーチェは縁起が悪い食べ物だと敬遠されることもある。また、鶏肉を使ったジュージェキャバーブも食される。ジュージェキャバーブに使う鶏肉はライム汁にすりおろした玉ねぎやニンニクを混ぜたマリネ液に漬け、その後で串焼きにされる。沿岸地方を除いて魚料理はあまり食べられないが、ノールーズには、 魚料理は欠かせないものとなっている。カスピ海で獲れるイラン産のキャビアは国外に大量に流通しており、品質も高く評価されている。鱗のない魚とその卵を食べてはならないシーア派の会立と高い価格のため、過去のイランではキャビアを食べる習慣は存在していなかった。百八十三年にルホンラーホメーニーが蝶ザメには鱗があるというを出して、 キャビアの食用が合法化されて以降、イラン内でのキャビアの消費量は増えつつある。ギーラン州などのキャビアの産地であるカスピカ沿岸地域では、キャビアよりもシラウオの卵の塩漬けが好まれている。イラン料理において構想は野菜に分類される。ハツカ大根やハッカの葉、ニラ、バジリコはサブジーと呼ばれ、生のまま塩を振りかけ、ナーンで巻いて食べる。ラブーは、 サラダに使われ、クシをシュ刺して茹でたラブーは、冬のイランの名物になっている。ジャガイモは、イラン風ハンバーグなどのひき肉料理のつなぎにも、使われる。ほうれん草やナスなどの野菜は、クークーというイラン風オムレツの具に使われる。クークーは卵を強くかき混ぜ、場合によっては、少量のベーキングパウダーを入れて焼き上げるため、厚いスフレ状のオムレツになる。イランでよく食べられる果物には、 ブドウ、メロン、スイカ、アンズなどが揚げられる。また、キュウリは、イラン料理においては果物に含まれる。カキには、コンピュートやメロンの果肉と氷水を混ぜ合わせたものなど、フルーツに、若干の調理を加えた菓子が好まれる。イラン南部では、ナツメヤシが主要な栄養源になっている。チェローキャバーブ皿に乗せられて出されたタフディーグ、イラン料理の主食はナーンであり、一般家庭で、 ナーンが焼かれることはあまりなく専門の店舗やスーパーマーケットでナーンが購入されている。ナーンには様々な種類があり、細長い三角形の三脚、紙のように薄いラバーシュ、硬く厚みがあるバルバリーなどがある。家庭でピザを作る場合、バルバリーなどのナーンがピザの生地に代用されることもある。菓子パンもナーンに分類されるが、ナーネファーンティズイと呼ばれて、 他のナーンとは区別される。イランでは米も食べられており、主に潮流種が栽培されている。イランの国土の大部分を占める乾燥地帯では、小麦粉から作られるナーンが主食とされていたが、20世紀末からイランでの米の消費量が増加している。イランの経済発展に伴って、米食の消費は増加し、ギーラン州とマーザンダラーン州が主要な米の産地となっている。 イラン料理での米の調理法は、ゆとりによるアブクッシュと炊き干しによるカテの2種類があり、チェローはアブクッシュで調理された白米、あるいは調理された白飯全般を指して使われる。米はチェローとカテ以外にもてなしの料理である炊き込みご飯のポローなどに調理して、供される。キャバーブにチェローを添えたチェローキャバーブは、イランの代表的なファーストフードとして知られ、 専門の店で出される。チェローを作る際にできたおこげは、来客者をもてなす時に出される。より美味しいタフディーグを作るため、チェローを炊き上げる時に、ラバーュなどの薄いナーンを鍋底に敷くなどの工夫がされている。イランでは、ハーブとライムで風味をつけた粥のシュルバも食される。また、サフランライスのプディングなどの米を使ったデザートも作られている。イランのサンドイッチは、 コッペパン、フランスパンの中身をくりぬいて、具を詰めるスタイルが取られている。具には、ソーセージ、ハム、スパゲッティ、羊の脳、野菜などが用いられ、店でサンドビーチを頼む時には、自分の好みの具を注文する。アーシュイランの家庭では肉を柔らかく調理するため、長時間煮込む料理法が行われる。煮込み時間の目安として、羊肉は3時間。 牛肉は5から6時間煮込むのが望ましいという言葉がある。前述のアーブグーシュトのほかイランの代表的な家庭料理であるホレシュトが、イラン料理における煮込み料理として挙げられる。ホレシュトの食材には肉、ナス、セロリなどが使われ、料理にはメインとなる食材の名前が付けられる。ホレシュトはチェローの副菜とされ、ナスと羊肉を使った。 ホレシテバーデンジャーンと肉とレンズ豆を使ったホレシテゲーメは一般的な家庭料理となっている。鶏、七面鳥、野鴨などの肉をすりつぶしたくるみとペースト状のザクロと一緒に煮込んだフェセンジャーンは宴席やパーティーで出されるごちそうである。イラン料理のスープの種類は少ない。スープの一種、アーシュは家庭で作られるほか街中の屋台でも販売されている。 これらの料理の中には干しレモンを使うものもある。午前の間食は茶酒と午後の間食はアスラネ。夕食後から就寝前の間にとる間食はシャブチェレという。茶酒とでは主に果物、ビスケット、牛乳が食される。アスラネでは紅茶、牛乳、ジュース、ケーキ、ビスケットなどが食されるが、下町ではチーズやジュージェキャバーブなどの軽食をとることもある。 乾燥させたカボチャやひまわりの種に軽く塩を振って、いった、とフめ、ドライフルーツとナッツ類の詰め合わせであるアジルは、手軽な軽食として好まれる。小麦の澱粉から作るイラン独自の霊カファールーでは、ライム汁やバラの香りをつけたシロップをかけて食べる。ヨーグルトは、多くの場合料理の添え物として供され、甘みは尽けないことが多い。ヨーグルトに、チーズやハーブを合わせたディップは、 何や野菜に漬けて食される。ボトルに詰められた、ドゥーグイランでは、一般的に紅茶が飲まれ、イラン人ワニの3歳の頃から紅茶を飲み始める。茶葉を夜間に入れて煮出す方法が取られ、サモバルでは明かされる。紅茶を入れるカップとして、ガラス製のグラスが使われることが多い。最初に、ガンドという硬い砂糖の塊を口に含み、その後で茶を口に入れるのが、 イランの伝統的な紅茶の飲み方である。ハーブティーも飲飲されており、香料の一種であるバラ水は、ガムシロップと氷水で割って飲まれている。紅茶の他に、コーヒーも飲まれている。飲食店で出されるコーヒーは、多くのバ合イネスカフェであり、価格も紅茶に比べて2倍近く高い。レストランでは注文した料理と共に飲料が出され、甘みが強く炭酸の弱いイラン製のコーラが添えられる。 ことが多い。イラン独特の飲料であるドゥグは、ヨーグルトを水や炭酸で割った飲料であり、塩とミントで味付けされている。過去のイランは良質のワインの産地として知られ、シーラーズのワインが特に有名だった。宗教的戒律による飲食物の制限が比較的緩かったイラン革命前は、マシュハドやコムなどの宗教都市を除いた街で種類が販売されていた。 革命後はイランへのアルコール類の持ち込みは禁止されたが、それでも陰で種類は出回っており、密造紙も作られている。イラン各地には多種多様の食文化が存在する。ギーラーン地方の人間は自分たちの食文化に強い、誇りを持ち、イランの他地域の人間もギーラーンの食文化を特別視している。ギーラン地方では米が主食とされ、魚類、牛肉、ニンニク、 乳製品、野菜などが調理される。かつてのギーラーン地方ではナーンは主食とみなされていなかったが、価格の低さとナーン屋の増加のため、ギーラーンでもナーンが普及した。ギーラーンのジョークの定形区ではテヘランなどの内陸部の人間をナーンを食べる奴らと呼び、逆に内陸部の人間はギーラーンの人間を魚の頭食いなどの文句で呼び返していた。 イラン北西部のアーザルバー・イジャーン地方は、アーブグー首都の本場だと言われている。シーリーン・ポロー・フェセンジャーン・クーフテ・ドルメ。ありがとうございます。